二宮和成、ブラックペアン2、続編は竹内龍馬主演に期待オリジナル展開から原作に戻った衝撃ラストと匂わせた甘情、セラの熱い指定関係。二宮和成、41、主演の日曜劇場、ブラックペアンシーズン2、TBS 系毎週夜9時の最終回、第10話が、9月15日に25分拡大で放送される。 8日放送された第9話の平均世帯視聴率、ビデオリサーチ調べ、関東地区は11.8%で、前回から1.4ポイント増と好調。ラストに向けて盛り上がりを見せている。同ドラマは、カイドウタケル氏の医療小説、ブレイズメス1990、スリジエセンター1991、後段者が原作のメディカルエンターテインメントで、 2018年放送のシーズン1の続編となる。これまで原作を改編したオリジナル展開が続いたが、最後は忠実な形で終わるかもしれない。第9話は、幼少期から心臓に疾患があった天城、二宮のオペをさえきうちの西洋55が執刀し、セラ、竹内龍馬31と共に進めていたが、 ダイレクトアナストモーシスと再起式を同時に行わないと助からない。絶対絶命の状況に。そんな中、天城の双子の弟、都会、二宮二役が現れる。再起はダイレクトアナストモーシスができるか等が、都会がやりませんよ。あんなギャンブルみたいなこと、と言い捨てる。そこで、知見コーディネーターの C の田中南三十37が用意した。 エルカノダーウィンを使って、佐伯がダイレクトアナストモーシス。都会が佐伯式総防弁形成手術で、オペをして、アマジョーの命を救ったが、という展開。ブラックペアンと佐伯の隠された過去、アマジョーがオペの際にシャンスサンプル、二者択一、を行う理由、そして、ダイレクトアナストモーシスが生まれたきっかけなど、様々な過去が明らかになった回だったが、視聴者からは、 甘城と都会を見事に演じ分けたと、二宮を称賛する声が相次いだ。また、セラを演じた竹内を高く評価する人も多く、X、旧ツイッター案上では、セラ先生と共に竹内くんの成長ぶりたるや、都会先生と再会した時の表情や、甘城先生に古典ン,ンに言い込められた時の悔しそうな顔。 目覚めた甘情先生への誤解してた申し訳なさそうな表情。竹内くんの表現力が頼もしい、などの声が。その一方で、原作ファンからは、大胆な改変をしつつ、着地点は原作と同じだった、というシーズン1と同じ道をシーズンにもたどりそうでモヤモヤしている。個人的には原作のあだをドラマで撮る、的なラストにしてほしいのに、など。 ナスと気にする声が多く上がった。こちらも竹内演じるセラがキーマンになりそうだ。今回、公開手術中に患者の徳永が悪性高熱となったところで終わったが、ここまではセラのいない公開手術悪性高熱などが原作と同じ流れだ。最終回は、予告でのセラの涙、新行事、石坂工事83のコバから予想するに、 この手術は失敗。最後は甘城が日本を去って、オーストラリアに戻り、そこで悲劇に遭う。それを知ったセラが涙を流すという、これも原作に近いラストになるかもしれない。壮絶なラストになりそうだが、それ以上に気になるのが、ドラマの続編だ。原作では、ブレイズメス1990、スリジエセンター1991の続編として、 医者として成長したセラが、病院再建受け負い人として活躍する極北シリーズがあるのだ。原作に続編があるのだから、ドラマでも十分あり得る。今回、セラは、都会と天城という過去と現在の師匠との絡みがあったが、そこで見せた竹内の素晴らしい演技が印象的だった。視聴者の声にもセラに関するものが多く、しっかりファンがついているようなので、 竹内主演の続編でも確実に人気を得られるはずだ。これだけの数字を残した作品だ。TBS が作らない手はないだろう。原作ファンにはラストに救いのある改編を願う声も多い。天城とセラにどんな運命が用意されているのか最終回に注目したい。ドラマライター山川主役の貫禄十分な竹内。続編に期待。